はいどうも、青井翔でーす。さて、ダークソウル3やっていきましょう。で、ちょっとまずね、先に伝えておきたいことがあるんだけど、なんでそっち向いちゃった？こっち向け。はい。ちょっとまず伝えておきたいことがあるんだけど、まあ、基本的に俺、ネタバレとか、その攻略法とかは絶対書かないでくれっていう風に言ったと思うんだよ。うん。で、まあ、それを守ってくれてるのか、コメ欄でもね、結構そういうの書かれてない感じで、いい感じで進んでるんだけど、ちょっと一つお願いがあって、俺が攻略してした場所、もしくはもう通過済みの場所とかで、青井さんが気に入りそうな武器とかを取り逃してますよとか、結構有能なアイテム取り逃してますよみたいなのがあったら、それはちょっと教えてほしいかなって思ってる。うん。まだやってないところの、その、こういうアイテムがあるんで取っといた方がいいですよっていうのはネタバレはやめてほしいんだけど、今までクリアした場所とか、もう通ってきてしまった場所に関しては、ちょっとそういう、まあ、武器だとか、俺が気に入りそうな武器だとか、まあそういうアイテムだとかがあるんだったらちょっとそれは教えてほしいなと思う。うん。まあ例えばこれエストのかけら取り逃してますよみたいなとかさ、そういうのがあったらちょっとそういうのは教えてほしいかなと。まあ例えばこのファランの城塞なんかは結構しっかりと探索はしたと思うんだけど、まあ広かったし敵も多かったから、まあ結構なんだろう、ざっくりしてる部分もあると思うんだよ。だからもしなんかここに取り逃してるよ、あの沼地のこの場所になんか逃してるよみたいなのがあったら、そういうのは教えてほしいかなっていう。ワンチャンツバイヘンダーとか拾えたのに逃してる可能性もあるわけだからね、俺は。よし、というわけでじゃあやっていきましょうか。カーサス地下墓地。だいぶ前は、の時は新生武器がなかったからっていう理由で何もしなかったんだけど、果たして本当に新生武器がないとダメなのかどうか。あー、復活しするね。あ、復活するわ。ダメだ、やっぱり。ネクロマンサーがいるタイプなのか、それともなんかニトみたいな感じなのか、どっちだろう。ニトみたいな大ボスを倒すと復活しなくなるタイプか、ネクロマンサーのタイプか、果たしてどっちだ。あれあれ、復活しなくなった。あ、まあええわ。まあとにかくちょっとそこら辺はいろいろと。カーサスの秘人、何これ。あ、分かった、出血炎茶だろこれ。あ、やっぱり出血炎茶だ。なるほどね。ここはあれか。出血系なんだな。まあなんか、骸骨って、ソウルシリーズにおける骸骨って出血系のイメージあるよね。なんかすげえの、なんかすげえのいるんだけど。何や、こいつ何？やべ。もう早速出てきてんだよ、出血が。早速出血野郎が出てきてんだよ。あぶね。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。はい、さよなら。何？カーサスの盾。へえ。これは確定ドロップなんだろうか。くくり。うわ、くくりナイフあるんだ。へえ、くくりナイフ。モンハンでしか見たことがない。あと、ドラゴンズとかにもあったっけ？いやー、地下墓地ね。地下墓地にはあんまいい思い出なんかないよーっていうね。うん、地下墓地にいい思い出があるやつって、よほどの墓場マニアだよね。これ。こういうのもいるのか。なんか復活するやつと復活しないやつ両方いない？なんかいた。あ、そうだよね、弓持ちもいて叱るべきだよな。うん。デモンズソウルの嵐の最新情思い出せって。お前、嵐の最新情思い出してる途中でしょうが。今復活してるやつと復活してないやつの関係性がわからん。くくりいらねえ。結構えげつにダメージ食らってたじゃない。で、なんかこれを踏むと多分なんか落ちてくる。やっぱりな。また縦横無尽にいろんなところに道が伸びてるけれども、どういう順番で探索していくべきだろうかというところ。やだなこれ。ヤーナムのさ、ヤーナムじゃねえや、ブラッドボーンのなんか聖杯ダンジョンみてえじゃん。なんかこれやだわ。そんなことさせるかお前。あぶれ、え、忍者。どうも、はじめまして。忍者スレイヤーです。おお、危ない危ない。そんなのもあるのか。鋭利な奇跡、鋭利派生か。どうも、はじめまして。忍者スレイヤーです。違う、こいつは、忍者ではない。サムライヤー。サムライか、サムライサムライごめん、村雲持ってるように見えたんだけど。あ、さよなら。なんだお前。村雲じゃないな、これ。なんか、カーサスのなんか台頭とかそんな感じか？わかんねえな。あ、大学落とした。
あ、こいつら台掛け落とすんだ。うわうわ、叩き落としたやつマジ。台掛け、台掛け、お前なんで持ってっちゃったんだあいつ。で、ちょっと待って、墓地やばこれ。え、墓地の深さやばいんだけど。墓穴掘りすぎでしょ。ガチじゃん、ガチ勢じゃん。こっちもガチ勢じゃん。深みの聖堂にいたやつらもさ、墓場ガチ勢だったけど、ここにいるやつらも墓場ガチ勢か。いや、埋葬に気合い入れすぎなんだよな。そ、お前らどういう神経なんだよ。え、あ、待った、あ、繋がったわ。あ、ここで最初に戻ってこれんのね。なるほど。あー、びっくりした。あー、ちょ、墓場ガチ勢マジで怖いんだけど。じゃ、また道ま、わかんなくなっちゃったし。これあれだな、無印の頃のさ、あれ思い出すな。ツバイヘンダー取りに行くところのあれ、やべ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 。オッケー。騒音だとね、結構スリップダメージ食らうのはやっぱさすがに 86% のカット率だからな。 86% カットだとちょっと食らうね。ここであれか、トカゲのところに出れるんだ。よし、オッケー。痛えな、光るくさびし。オッケー。こう結構弓打たれる場所だな。じゃあ、チアガだ。残り火。待って、後ろになんか、後ろから絶対なんか来てる。なんか、絶対なんか来てる。やっぱりな、やっぱりな。で、絶対後ろから来てるんだよ。来てるから、これで OK。よし。いや、生きてんのかい。なんだと、あ、これ岩じゃねえ、ドラゴンじゃねえや、骸骨だこれ。どこ行くねん、かわいそう、かわいそう。あ、死んだ。え、骸骨くん死んだんだけど。あれ、不死の遺骨、遺骨になっちゃった。え、あいつら不死者だったのか。不死者玉、塊魂だったのか。不死者の塊魂なな。こいつ殺したいな。もう死んでるだろうけど、君に勝ちたいな。ふざけんなよ。違う、バカバカバカ、危ない危ない危ない。ちょっと待ってくれ、こんなお手軽な追う者たちある。ここはバクスタ致命で避けるという、そういう技。アイテムいっぱい置きすぎなんだよな、畜生。あ、踏んづけるとそうなると、あ、踏んづけるとそうなると、あ、なるほどね。あ、踏んづけるとそうなると、オッケー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 。カーサスの乳首、ちょっと待って、カーサスの乳首だって今。何カーサスの乳首って。ちょっと乳首、赤ちゃんやめて本当に。これだ、カーサス、あ、入管だ、間違えた。技量を少し高めてローリング時に姿が見えにくくなる。技量を高めるとなると、ちょっと待った、火力が少し上がるってことか。ああ、なるほどね。ああ、そういうことか。なるほど。技量を高めるっていうことは、一応技量補正入ってる武器だから少しは上がるんじゃない、威力。今今200プラス59でしょ、これ外したら。ああ、まあ一応上がるね、一応。待って、なんか、あー、なるほどね、こいつらはカーサスのこれをつけてたわけか。あー、死んじゃった。あー、やっちゃった。ちなみになんだけど、ここで待ってたら大丈夫とかある。あー、大丈夫だわ。お前バカ野郎、そこで立ち止まることがどんだけ邪魔なことか、あいつは理解してんのか。こいつを倒すと岩が砕けんのかね。まあどうでもいいわ、もう。やばいやばいやばい、ここはまずいぞ本当に。あー、
どうしよう、どう突破しよう、ここ。こいつが、こいつさえ倒せればなんとかなるか。オッケー、これでよし、残り火。これでいけるか。これでいったか。あー、なるほどね、そういうタイプ。え、気づかない。当たんない、え、よいしょ。あ、当たるよね。ほれ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 、ま、せこいとは言わない、卑怯とは言うまいな、卑怯とは言うまいな、え、卑怯とは言うまいな。あ、なんか奇跡落としたな、今の鋭利の奇跡か。マジでなんかほんと強化素材めっちゃ落とすねこいつら。そういう、そういうやつ、そういう人々、そういう人類、骨類か。うわー、またか。あ、大影、よし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 。まだ塊手に入ってないな。あー、かがり火あったわ。オッケー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 。さっきの反対側のやつだ、多分この先に操っている骸骨さんがいるんじゃないでしょうかと思うんだけど、どうだろう。あ、いた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 、あいつだ、多分あいつ。あ、なん、やべえ、ショーテル持ってる。あ、違う、あ、忍者か。え、くそ、くそ、あと一撃。なんかスタミナの回復が遅い気がするんだよな、何なんだろうな。こいつってローリング判定あんの？こいつなんか攻撃がなんかスカったんだけど、なんかこいつがなんかふわーって浮いてるとき、ふわーって浮いてるときに、ローリング回避判定みたいなのあんの？そんなもん敵にな、あるんじゃねえよそんなもん。敵ってのはな、常に当たり判定であるべきなんだよ。敵ってのは、敵は常に当たり判定があるべきなんだよ。なんか出血炎じゃしてないこいつ。これ叩き落とした方がいいんじゃないこれ。よいしょ、さよなら。吊り橋は切れる、あ、切れるんだ、へえ。なんかあれだね、ニト様がいたような感じの場所にすごく似てる気がする。てかこれさ、正規ルートじゃねこれ。うわっ、これはあかんぞ。なるほど、そういうことか。オッケー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 、そういうことな。これで切ってやれと。切れねえじゃねえかこの野郎。あ、切れた、あ、切れたわ。お前は生き残りってわけか。わしも戻れなくなってしまったが、いや頑張れば下降りられそうだな。いや、ちょっと真正面、いやーこれマジでどう進む、これやばいな。めちゃめちゃなんかいろいろなところ行けるんだけど、なにこれ、開いちゃっていいのこれ。ボス戦とかじゃないよね。ちなみにあの吊り橋は一回あのロード挟めば復活するタイプなのかな。ボス戦っぽくない、なんかなんかボス戦っぽくない。ちょっと一回ここは後回しにしよう。ああ、お前か、お前ね、なるほど。で、でかい弓兵がいるんだけど取れなかったと。またナイフ、また忍者かい。バカかお前か、バカかお前は。オッケーオッケー、本当にかけら落とすなお前ら。これであれか、向こう側の反対側に来れたってわけか。これはもういいよ。バイオ走りだ、バイオ走りしてるお前、何してんの。バイオ走り、バイオハザードやってんのあんた。まあそんな見た目だしね、バイオハザードしててもおかしくねえよ。ちょっとおかしいってそれは、おかしいってそれ。なんかひるまなくねこいつ全然。え、
すまん、あのちょっと一つ言わせてくれ。スタミナゲージも体力ゲージも見てなかった今まで、うん、探索するところが多すぎてもうなかなか疲れてくるな。やべえ、車輪骸骨だ。車輪骸骨来やがった。車輪骸骨のは回られる前に撃つ。ちょっとざっけんなよお前。あぶねえあぶねえ。3発っていうのがきついな。カーサス の血管ローリングの回避性能が上がって火ダメも増える。はあ、そんなのがあるんだ。面白いな、回避性能を上げるものが出てきたんだとうとう。これ正規ルートとかなぞれてんのかね、ちゃんと。これはさっきのあの吊り橋のとこだね。ああ復活してるね、吊り橋さん。オッケーオッケー、よかったよかった。1体だけか。もうちょい落ちてくれると面白かったんだけど。ちょっと待った、重量一回ちょっと整えて、これでこれで降りよう。多分これだったらダメか、ダメか。いやー、調子悪いんだろうな、多分。すごい調子が悪いと思う。まあ、とりあえず行けそうにないからいいや。じゃあ、ちょっとここは後回しにしよう。まあ、行けなかったらいけなかったらいいわ、もう。じゃあ、多分、ボス戦だよね、多分。どうかなー。ちょっとボス戦かどうかわかんないけど。やっぱりイベントシーン入ったか。いやー、絶対ボスだと思うんだよな。なんか、スケルトン系のボス出てくると思うんだよ。すげえカビてんじゃん。うわうわ、 E 型特異菌だ。やばい、エブリンの骨だこれ。エブリンの骨だ。 E 型特異菌出てる。あーあーあああ、もう一瞬でカビてんじゃん。ダメだよ、カビ吐いた甘いとかないと。言ったろ俺、風呂場にはちゃんとカビ吐いた甘いとけって。ちゃんと風呂場の換気したんか、ここの墓場。湿気めっちゃ溜まってたもんな。ちゃんと換気したんかお前。これなんかボス戦でもなんでもなかった。うわー、ボス戦だった、びっくりした。覇王オルニール、でかっ、でかっていうかさこれ、あーさ、なるほどね、そこね、はいはいはい。うわーうわ、よだれめっちゃ出してる。やばい、違う、よだれじゃない、加齢臭だ。加齢臭めっちゃ出してる。加齢しすぎてもうあれ骨になっちゃってるのね、こいつ。めっちゃ加齢臭出てるわ。あ、なんだ、あ、なるほどね、リング壊せと。はい、オッケー、なるほどね、リングを壊せと。オッケー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 、了解了解了解、そういうことね。加齢臭、この野郎、加齢臭、加齢臭、加齢臭、この加齢臭が。あ、待った、なんかやばいこれ。あ、なんかダメージ食らってるわ。あー、なんかダメージ食らってるな。奥の方に行き過ぎたらダメってやつか。後ろに行き過ぎるとダメなのか、それともなんか第二形態みたいな感じだったのか、どっちなんだろうね。あー、加齢臭、加齢臭か。講習来て、講習来るか、講習、報酬来るか。いや、これどっちなんだろう。片手集中した方が良かったのかな。いや、これ絶対なんかね、加齢臭で殺してると思う、俺のこと。絶対加齢臭だろこれ。うん、加齢臭極まってるよ絶対これ。で、あんまり奥に行き過ぎないでしょ。多分さっき奥に行ったから死んでたから、そうそう、こいつが前に前進するタイミングでこうちゃんとやっていこう。そう、多分あの加齢臭に巻き込まれると俺が腐って年老いちゃうんだよ俺が。そうすると死ぬという。そう、これかわしちゃえばいいから。もうあの星のカービィスーパーデラックスで、こいつはもうあの細木和子でもうあのしっかり習ってるから、この手の攻撃は。そう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 、はい、もう細木和子で慣れてるから俺ね。はい、終わり、終わりだよな、終わり。いや、終わりじゃないな。終わったわ。いや、一瞬なんかこのビクトリーアチーブと出るの遅かったから、絶対なんか、あ、これ第二形態かなんかあるだろうと思ったら、なかったわ。
いやでも何かしらのイベントが発生する。おお、あーもうこんなにちっちゃくなっちゃってめっちゃ痩せちゃったな。パオ・ウォルニール、ウォルニールだっけ、なんかもうあのニトのなんかニト様が10体ぐらい接着剤でくっつけたみたいな見た目してたやつ。いやでもなんか風格としてはニト様の方があったぞ。なんかあ、だってあれ星のカービィスーパーデラックスに出てきたさ、細木和子とほとんど一緒じゃん。あのワムバムジャックだっけ、洞窟大作戦のラスボス、あいつとほとんど一緒じゃん。星のカービィスーパーデラックスやってる人間からしたらあんなボスね、うん、いやーちょっとねなんか不服だな。ボスに10回ぐらい殺されたかった俺は。なんであんななんかわけのわかんないあの剣士に、あの忍者に殺されなきゃいけない。なんで俺忍者スレイヤーされなきゃいけなかったんで。まあとりあえず灯しといて、これ持って帰れない、持って帰れないか。え、これ下どうやって、これ下行けたのかな、下この吊り橋の下って行けたんか。ここからジャンプして向こうに着地してもなって感じがすっけど、うん、いや高すぎるな、さすがにちょっとダメだな。わかんない、銀猫かな、やっぱり猫指輪だよね。デモンズの猫指はダクソ2の銀猫みたいな落下ダメージ軽減してくれる系のなんかがないとダメか。もしくはなんだっけ、技量、技量をもうちょい振るか。でも技量17もあるしな。そう、技量を振ると確かね落下ダメージ軽減できんのよね。まあわかんないからいいや、とりあえず前進むか。綺麗、なにこれ、うわ綺麗、うん、絶対こっち側行ったらもうあっちの地下のところは行けねえわ。え、あの地下の行き方はちょっとなんか誰かもし知ってたら教えてほしいよ。あそこの吊り橋のところ、冷たい谷のイルシールだって。え、めっちゃ綺麗じゃん、なにこれ、穴雪じゃん、穴雪てかあれ冬のホグワーツみたい。ま、じゃあとりあえず霧がいいから今日はこの辺りにしとくか。なんかさっき墓守の位牌っていうのが手に入ってたよね、ちょっと流しちゃったけど、これだ。特になんかもう言われないね、なんかこれどんなストーリーがありますかみたいな言われないね。ウォルニールの王冠なるほど。カーサスの覇王、カーサスの覇王、それはかつて諸王に等しく与えられその全てを制し破壊したという。あー、クソ野郎だなクソ野郎で済ましていいのか分かんないけど、もはや何が増えたかのかもよくわからんな。大掛けとか増えてないのかな。あ、これか。カーサスのこれ、秘人とか増えてんのか。と、時給だな。ウォルニールの聖剣。うえ、何これ、きっとな。え、なんか、よだれがなんかこびりつ、よだれくびりついてるみたいな感じになってんじゃん。あ、でも神の理解、怒り撃てるんだ、これ。へぇ。一応、グラントポジか。なるほどね。あ、そういえば、ファレンの体験試してほしかったっていう人いたな、なんか。これ。ファランの体験。いや、申し訳ねえな。ちなみに、大掛けもまあまあ出た気がするけど、どうかね。強化できる？あ、いけるわ。はぁ、先に強化戻ってもよかったな、これ。よし、じゃあ今日はここまでにするか。いやー、ずいぶんと調子が悪い日だったなと思った。スタミナ管理がガバガバだったのはいただけなかったな、体力管理。あそこら辺がね、ちょっとガバガバだったのはいただけない。あ、不死の遺骨くれとくか。とりあえず。